窓から入る光で手紙を照らし文面を読む横向きの女性。17世紀オランダの画家フェルメールが1657年から59年頃に描いた窓辺で手紙を読む女。私たちが身を置く現実の世界のものであるように描かれた絵にかかるカーテン。その向こうでは机の上に絨毯が敷かれ、白地に青の絵付けが施された器には複数の果物。ガラスに姿を映し手紙に視線を落とす黄色と黒の衣装の女性の背後にかかる絵は近年の修復でよみがえったモチーフ。嘘、偽りの象徴である仮面を踏みつけて立つキューピッドは真実の愛の勝利を表します。画面内で存在感を示すこの絵はラブレターの送り主と女性との仲がうまくいくという今後の展開を予想させるモチーフとなっています。